これは一体。引け、人の子、前原圭一よ。これは一体どういうことだよ。俺、何か罰当たりなことをしたか。お前は何も罰当たりなことをしてはいない。しかし古出神社の巫女リカはとてつもない罰当たりなことをしてくれたのだ。リカちゃんが？まさか今日リカちゃんが持ってきたあのモテモテの水着とやらのことか。そういえば西宮殿に隠されし秘宝とか言ってたような。まさにそれなのです。リカめ、今日はお掃除をしなくていいと言ったのに。はっ、まったく。どうして古での血の娘はいつもいつもこう天の弱なのか。それで神様、俺とそれに何の関係があるんだ。前原圭一、そなたにはこの星を救う救世主になってほしいのです。救世主？いや、年頃の男子なら一度は妄想するシチュエーションだが、本気で言ってるのか。あの魔法の水着は異なる欠片から漂着した異物なのです。欠片の海を渡ることはとても困難で、ましてや意志なき物品が漂着することはさらに稀なことなのですが、あの水着は100億の奇跡と偶然に恵まれ、このかけらに流れ着いてしまったのです。でもモテモテになるってだけなんだろ。そんなのラブコメ漫画によくあるような微笑ましい程度の力じゃないのか。力そのものはそうかもしれませんが、問題はそこではないのです。あの漂着物はこのかけらとは相入れぬ世界の物質で作られたもの。彼女たちが身につけてからちょうど1時間後に反応が始まるでしょう。反応？まさか水着がとろーりと溶け出すとか。この世界の物質とこの世界に存在してはならない物質による反応、追消滅。それは銀河をも生み出せる莫大なエネルギーです。それってつまり地球のピンチ。人間の身で数えうる最も大きな数の分だけの地球を粉々に粉砕して、なお有り余るほどの大爆発が起こるということです。待て待て、そんな恐ろしいものがどうして火鍋沢にあるんだよ。そしてどうしてリカちゃんが持ってるんだよ。昨日偶然にもこのかけらに漂着したのです。今日一日をかけて安全に処分するつもりだったのですが。そういうのは俺にじゃなくてリカちゃんに直接言った方がいいんじゃないのか。というか今すぐ行って着るのをやめさせるべきじゃないのか。困ったことに、あの水着の魔力にはこのかけらの神である僕を拒む力もあるのです。なので水着を持っているリカには僕の声が届かないのです。なるほどな。今からきっかり1時間がタイムリミットか。今がちょうど1時だから2時までに何とかしないといけないってことか。僕の力をエントランスにあるゴミ箱の一つに込めました。そのゴミ箱に放り込めば無事にこのかけらの外へ送り出すことができますのです。了解したぜ。つまり部活メンバーの4人から地球を滅ぼす水着を引っぺがしてそのゴミ箱に放り込めばミッションコンプリートってわけだな。
を聞いてくれ。おお、すげえ美人だ。モデル？芸能人？なんであんな可愛い子たちがこんな市民プールなんかに来てるんだ。視線でアッチッチなのですよ。骨抜きにしちゃうぞ。ビッグバン、これは美のビッグバンだ。前原圭一、これは確かにすごい魔力だぜ。モテモテの水着の名に偽りなしだな。今のお前らはほんのちょっとの仕草をするだけで俺たち男には恐竜が絶滅するほどのインパクトがある。またまたケイちゃん大げさな。こんな感じ。